珍しい効果を集めていたロバート。そんな彼からある日警察に通報がありました。俺はこの効果をつい昨日手に入れたんだ。彼は泣いていました。何年も探したっていうのにそれがなくなっちまった。きっと犯人は兄弟のどちらかだ。フレデリックとマシューはどっちも俺と一緒に住んでいる。片方は中世の本を集めるのが趣味で、もう一人は切手集めに夢中。そして3人のコレクションは一つの大きな部屋に保管してあるんだ。警察はロバートにさらに詳しく事情を聞きました。どうやらコレクションを保管していた部屋に通じる鍵は暖炉そばの花瓶に隠されているようです。そして犯行時刻に家を訪れたのはロバートの友人のマークのみ。マークはロバートが手に入れた硬貨を痛く気に入っており、大金をちらつかせて譲ってくれと言っていたのでした。しかしロバートは首を縦に振らなかったのです。そして明くる朝、硬貨の状態を確認しに来たロバートはその硬貨がなくなっていることに気づいたのでした。警察がやってきた時、部屋は鍵で開けられていました。そこからは指紋も検出されませんでした。さて硬貨を盗んだ犯人は誰？犯人はマーク。指紋がないということは犯人が拭き取ったということ。指紋を拭き取る理由はマークにしかないはずです。他の3人兄弟の指紋はそもそも扉から見つかっても不思議ではないわけですから。町全体が停電を起こしました。しかしあるバス運転手はそれでも道路を横断する犬に気づき、ブレーキをかけることができました。一体どうして？停電が起こったのが昼だったから。穴が別の穴とつながっているだけなのに鋼鉄ほど硬い。でも棒のようにまっすぐかというとふにゃふにゃ。これは何？鎖。スティーブンの妻から警察に通報がありました。彼女の夫がガレージから姿を消したようなのです。事件が起こったのは数時間前。そこで彼女が見つけたのは左手用の手袋だけでした。やってきた警察は手袋を見るとそれがあまりにも奇妙な手袋だということに気づきました。このような手袋を売っている店は町でたった1軒しかありません。そしてその店の店主は最近この手袋を売った相手は2人しかいないのだと証言しました。2人はスティーブンの近所に住むケビンとスティーブンの同僚のブライアン。警察はまずケビンの元へ向かい手袋を見せるように言いました。しかしケビンが持っていた手袋は片方のみ。1週間前にもう片方をなくしたんだ。他に手袋は何も持ってないよ。ケビンは警察に協力的で手袋を自分の手にはめて見せたりもしました。警察は今度はブライアンの元へ向かいました。俺は車の修理中に手袋をなくしたんだ。汚れがひどくて捨ててしまったよ。さてスティーブンの失踪事件の真相を知っているであろう人物はどっち？ブライアン。ケビンが手袋をはめてみせたのは左手。スティーブンの妻が見つけた手袋も左手用のものでした。つまりケビンのものではありません。ある数学教師がローマ数字の授業を行いました。その後彼は生徒に線を1本だけ書いてローマ数字の4を6に変えてみなさいと言いました。線を書く時の条件は一筆書きで書くこと。この問題に最初に正解することができたのはジェフリー。彼はどうやって解いたのでしょう？彼は頭に S と書いて英語の6を作ったのです。シャロンとシンシアはそれぞれ1箱のチョコレートを持っていました。それぞれの箱にはチョコレートが14個ずつ入っています。シャロンは自分の箱からいくつかのチョコレートを食べ
シンシアはシャロンの箱に残っている数と同じ数のチョコレートを食べました。2人のチョコレートは合わせるといくつ残っているでしょう。答えは14。キンバリーはお金持ちのおばから屋敷を相続することになりました。彼女がその屋敷の屋根裏部屋を探検していると、目の前に大きな木の扉が現れました。扉を開けた先にあったのは小さな小部屋。そこには3つの袋が置いてあり、床にはメモが落ちていました。袋のうち1つの中には100万ドルが入っている。そして残りの2つは空っぽだ。袋を開けていい回数は1度だけ。よく考えるように。それぞれの袋にはヒントが書かれているようです。1つ目の袋にはお金はこの中にはないと書かれていました。2つ目の袋にもお金はこの中にはないと書かれています。しかし3つ目の袋にはお金は2つ目の袋の中にあると書かれています。書かれているヒントの1つだけが真実だったとすると、お金が入っている袋はどれでしょう。お金は2番目の袋と3番目の袋には入っていません。入っていたとすると2つのヒントが正しくなってしまいます。つまりお金が入っているのは1つ目の袋です。探し物を探すとき、必ず探した最後の場所で物は見つかります。その理由は、探し物を見つけた途端に探す必要がなくなるため、見つけた場所が最後に探した場所になるためです。ある新婚夫婦がバケーションへ行きました。2人は留守の間、家の掃除などをご近所さんに頼んでいました。しかし旅行から帰ってきた夫婦は、高価な宝石が全部なくなっていることに気づきました。さて、後から分かったことですが、この事件のそもそもの原因は停電でした。そして妻は宝石を安全な場所に隠していたはずでした。家は泥棒に入られたわけでもありませんし、ご近所さんは正直に家の掃除などをこなしていました。宝石が失われたのはある手違いのせいだったのです。何が起こったのでしょう。妻は宝石をその他の食品と一緒に冷凍庫に隠していました。そこで停電が起こり、全ての食品が腐ってしまったのです。正直なご近所さんは、夫婦のために腐った食品を全て冷凍庫から捨ててしまいました。その中には一緒に宝石も入っていたのでした。あなたは3つのドアのある部屋に閉じ込められています。どのドアを通っても安全なのですが、それぞれのドアノブに問題があるようです。一つのドアノブには高圧電流が流れています。2つ目のドアノブには猛毒がたっぷり塗られています。一滴でも皮膚につけばあなたは死んでしまいます。そして3つ目のドアノブは超高温で、触った途端に手が焼けてしまいます。無傷で外に出るにはどのドアを選ぶべきでしょう。2つ目のドア、布を手に取り、それを使ってドアを開けます。そうすれば素手でドアノブに手を触れる必要がなくなります。ある女性がひき逃げに遭いました。やってきた警察は何人かの目撃者から車の特徴の情報を得ることに成功しました。刑事が犯人の家へ向かうと、そこには証言通りの車が止まっていました。しかしその持ち主から事情を聞くと、持ち主は一日中家の中にいたという話を始めました。しかし刑事はこの男が嘘をついていることをすぐに見抜いてしまいました。どうやったのでしょう。彼は車のボンネットに手を触れたのです。
それはまだ熱を持っていました。高速道路を走っていたらタイヤがパンクしたんです。交換のために車を止めたんですが、車に戻ると今度はバッテリーが上がっていました。周りを見渡したんですが、どうやら私は小さな町にいたようです。そこで助けてくれる人が通りかかるのを待ちました。そうしたら突然ガラスの割れる音がしました。夜だったのでとても暗かったんですけどね。でもまあヘッドライトをつけたら男が家の2階の窓から逃げ出す様子がバッチリ見えたんですよ。男は大きな袋を持っていました。私は怖くなってそれで最寄りの警察署までやってきたというわけです。以上がダリソンさんの証言。以上の証言を聞いた警察署の刑事はこう尋ねました。それでお宅が盗んだ物品はどこに隠してあるんです？刑事はどうしてそんな質問をしたのでしょう。ダリソンさんの車のバッテリーは上がっていたはずです。ヘッドライトをつけることができるはずがありません。地下に閉じ込められたディラン、彼が中で見つけることができたのはあるメモとペンでした。188に1本だけ直線を引いて1を作れ、そうしたら自由にしてやる。その5分後、ドアの電子ロックが解除され、ディランは外へ出ることができました。彼はどうやって謎を解いたのでしょう。彼は188の真ん中に横線を引いたんです。すると出来上がるのは100分の100、約分して1ですね。あなたの会社は靴を作って売っています。そしてあなたは別々の町に2つの工場を持っています。どちらの工場でも従業員が靴を盗む事件が多発中です。警備を強化するだけの予算はありませんが、なんとかこの事態を止めなくてはなりません。何か工夫できる方法はないでしょうか。片方の工場で左足の靴を、もう片方の工場で右足の靴を作るのです。探偵のアーロン・ボウラーはヨーロッパ出身のコンサルタントが主催するコンテストに出場することにしました。アーロンは今年の探偵オブザイヤーを狙っています。そして今はそのコンテストの最後の日の夜、コンサルタントは次の問題の説明を始めました。皆さんには大部屋に集まっていただきます。そして屋敷の外で銃声が聞こえたら外に出て犯人を捕まえてください。勝者は真っ先に犯人を捕まえたもの。道具などの使用は一切禁止です。数時間が過ぎ、部屋の中は緊迫していました。すると突然アーロンは別室へと向かっていきました。その他の探偵が訳を尋ねるとアーロンはこう答えました。なーに、犯人を追いかける準備が必要だからね。そして彼は電気もつけずに椅子に腰掛けたのです。その数分後、探偵たちは銃声を聞きつけました。アーロンは外に飛び出し真っ先に犯人を捕まえました。コンサルタントは彼に探偵オブザイヤーを贈呈。そしてインタビューを行いました。犯人を真っ先に捕まえた秘密は何だったんです？この質問に対するアーロンの答えとは？彼は暗い部屋で建物の外の暗がりに目を慣れさせたのです。